言葉と魂研究会というのを、昨年の4月から月1回ずっとやってきてるんですよ。それで、その井筒俊彦という思想家、哲学者、イスラム学者がいて、イスラム神秘主義の権威なんですが、彼の本を意識と本質というのを、まあ、半年ちょっとかかって読んで、その後奥の細道を全部全書を朗読しながら読んでいくというねことをやった。それを通して奥の細道が何かというのを隅から隅まで読んで、結構私たちは非常に今までと違う読解をねしてきた。井筒俊彦さんの、意識と本質を読んで、その中に、その松尾芭蕉を引用して、その松尾芭蕉が 個別のものの本質みたいなものをあらわにしていくような、その表現者の代表として取り上げられていて、すごい高い評価を与えられていた。それはそれで正しいとは思うものの、じゃあ具体的にどの作品のどういう俳句を持って、その井筒俊彦が言っている個別的本質というふうなものを浮世絵を彫りにするような、その評価ができるのかみたいなことを、じゃあその井筒さんのものの見方が妥当性を持つかどうかを、芭蕉の代表作である奥の細道をちゃんと読むことを通して検証してみようということになって、その8人の、まあ、8章ぐらい分けて章立てをして、それで一人一人に発表してもらいながら議論していた。で、奥の細道の奥ということが草島さんからの問いなんですよね。で、その奥の細道の奥の概念にはね、3つのアスペクトがあると思うんですよ、私はね。第1は空間的な奥。空間的な奥っていうのは、まあ、中心が江戸なんですが、あの場合はね、その江戸から出て、その春先に江戸を出て、そしてその行く春や魚の目にも何とか涙っていうのから始まってるんですよ、ね。で、最後がなんか別れゆく秋ぞで終わってるんですよ。だから春から始まって、その翌年1年半後の秋で終わって、まあ、最後はなんか二見に行く、伊勢の二見に行く別れゆく秋ぞ、なんとか街の二見に別れゆく秋ぞかな。で、まあ、魚の目に涙かという、その春の句と、その行く秋のね、貝のなんとかだったかな、二見に分かれゆく貝の二つに分かれゆく、貝殻って分かれるじゃないですか、こう割れるじゃないですか。それで、まあ、それをかけていう言葉の、まあ、秋ぞという、まあ、要するに空間的な奥というのがある。それは江戸とか京から見ると、確かに道奥の、ここは道の、駅ですけど、奥まったところにあるというか離れたところにあるという、そういう物理的な空間の距離というものがあって、それが一つの奥概念になって、もう一つは時間的な奥というのがある。じゃあ時間的な奥っていうのはどういう単位かというと、歌枕の文化っていうのが日本の和歌の文化である。歌枕だったら西洋がかつてここを通って、ここで歌を詠んだ、能員法師がここで歌を詠んだ、そういうような、そのこう歌のこうインデックスになるような代表的な歌文化が、その地をまあ、ご当地ソングみたいにねあるわけですよ。だからそういうご当地ソング的なものを、西洋とか農院とかという、まあ、主としてお坊さんとか、あるいは旅をした貴族とか残している和歌がある、短歌がある。で、そういうものを通して今現代の元禄年間にあれは言っているので、1600何十年のね後半の時間というものと、それから
うん、まあ、1200年ぐらい、400年ぐらい前の昔の平安時代の終わり頃、あるいは鎌倉時代の頃に、入っていった人がどういうふうにその土地に触れながらどういう歌を残したかみたいな、それをこうワープさせるというか、溶け合わせるような時間的奥っていうのがあるんですね。で、そこに関わるんですけども、それらを通してもう一つはある種スピリチュアルな異界的な奥っていうのがあるんですよ。つまりこう高いみたいなところへ、あるいはもっとこう深い宇宙性みたいなところへこう入り込んでいくような世界、それが、場所の奥の細道の奥の中には、まあ複層的に立体的に折りたたまれていて、そのスピリチュアルな宇宙を代表するものの一つが、夏草やつわものどもの夢の跡とかあるじゃん。これは歴史的な時間というふうなものが、うん、ここで、源義経であるとか、藤原氏であるとか、まあ、追ってきた、源の、まあ、兄である頼朝のね、使わした軍であるとか、まあ、そういうそのかつてここを戦場にして戦いがあったとか、そういうふうなものが侍たちが死んでいった、その死んでいったものの霊みたいなものがそこにとどまっていたり、その記憶っていうものをその場所そのものが止めていくことによって、こう死んでいったもののこう、あるいは過去の事件の、そしてその、まあ、怨霊になったり、あるいはご祈祷して成仏していったりするような霊たち の記憶と記録と、そういう何か通路になっているようなものがあるわけですね。で、有名な荒海や三宮のこと、天の川にしても、その荒海がこう佐渡のと新潟のね間、まあ、柏崎とか出雲崎とかそういうところでバーッと通っていると。で、その荒海があるの上にはこう天の川の満天の星がある。で、それをこう地上では佐渡のと柏崎とか新潟の方がまさにこの地上の、天の川が、まあ、海の川みたいに、まあ、一筋の通路みたいなものが、ブリッジみたいなものが、重ね合わされるというふうなことを、こう天と海と大地というものがこう重ね合わせられると、その中に我々天地人の人がいるわけですね。それを見ている人がいるわけですよね。鑑賞者である場所、うん、そのものがいるわけですね。そういうものが溶け合いながら、その宇宙と一つになっていくみたいな。で、山形県の有名なやつは、山形、山寺の、うん、静かさや岩にしみる蝉の声なんて有名な句があるね。あれも、岩にしみるなんていうのは、うん、もう蝉の声が鳴いたらうるさいだけじゃない。外国人が聞いたらノイズですね、普通に聞いたら。でもそれを聞いている静かさっていう、聞く主体は何かみたいなことになったら、うん、それを静かに感じられるのは単なる主観的な私だったら静かでないわけですよ、うん、耳触りなんてジー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 とね、夏の暑い中で。でもそこで全てがこう溶け合ってこう一つになるような感覚を我々が持つことだって、つまり自我の意識みたいなものも消えて、そういう岩の意識もみたいなものも、岩みたいなものも溶け合って、そしてセミもね、こう一つになって、その声が全部がこう浸透し合って、こう今日のうん、丸池神社の湧き水みたいな状態でふわーっとなって、そこにクラゲのようにふわふわっとこうね、何かがこう溶けているように揺らいでいたりすると、そこに何とも言われぬハーモニーというか宇宙的な調和みたいなものを感じるじゃないですか。
だからクラゲを見てると宇宙を感じると、うんうん、みんながね、うん、感じだけど、まあ、そこにあのセミの声の中にあのかゆたう、ね、うん、音がこうなんかこう立ち上ってくる、うん、まあ、湧き水みたいな感じのこう清流みたいな、そういうように感じられてきたら、そこにあるなんか聖なる静けさみたいな、うん、これってあの現象的にはうるさくてもスピリチュアルには静かなんだよね。だからフィジカルにはうるさい、ね、やっぱり耳障りだ。だけどスピリチュアルには静かであるっていうのはやっぱりすごく奥、はいはい、深い味わいをね、うん、だから空間的奥、時間的奥、それからスピリチュアルの奥、うん、この3つが重なって立体的に奥っていうものをあこう生み出している、感じさせている名著、うん、これが奥の細道だね。なるほど。ということでございます。先生、井戸野さんと奥の関係って、そのですね、その辺ってどう、タイトル奥の院が井戸野さんですわね。はい、ああ。今言った、うん、あの密ですね、うん。空間的な奥があの、あの山の越えていくね、まあ、井戸野さんまで行くわけですが、うん、そして、あそこ行ったら、まあ、場所も見たでしょ、あの足でつけたでしょ、うんうん、あのね、石の上に。あの時代だから、まあ、登ったとは思うんだけど、うん、でまあ、滝は打たれてはいないと思うけれど、うん、その滝もこう見た、まあ、どっちかの上の方の滝か下の方の滝、うん、これも見たんじゃないかと思うんですけども、そうした時にこの場所の持っているダイナミズムみたいな、冷たいものと暖かいものとか、その山と緑の木々と岩とか、そこを間をつないでいる清流とか、そういうふうなものの中で、あの無頓な素涙から何だっけ、語ることのできない、うんうん、語ってはならない、はいはい、その井戸のね、その神秘っていうふうなものを言ってはいない、うん、ただただあの、袖でね、涙を拭うみたいな、これは西行法師のあのこの歌、伊勢神宮を参拝した時に西行が、何事のおわしますかは知らねえども、かたじけなさに涙こぼるるという歌をあの残したと言われてるでしょ、うんうんうん、なんですよ。で、何事、どんな神様がいらっしゃるかおわしますか知らねえどもなんていう、うん、西行法師だから知ってるはずなんだけれど、うんうん、あえてその辺のね、尊い神様のことはあの名前として出さないで、でもそのただただひたすら片付けないという涙がこぼれるというので、そこのと同じような精神性というのを松尾芭蕉は そこにいらっしゃるのは岩の神様なのか井戸の神様、うん、ね、井戸の神様っていうのはどういう神様か仏様か、うん、まあ、あそこは神仏集合で神の手だったと思うんですよね。で、その、 あの神様や仏様の具体的なそのこう働きっていうのは分からないけれども、うん、そこに働いている大自然の神秘みたいなね、ただただそのありがたくて涙が溢れてくるっていう歌で、あの俳句だよね。で、それはあの神秘の神髄というのか、うん、神秘の究極のところをあの涙がこの袖でね、脱ぐという表現の中にあるわけだから、もうありがたく、かたじけないと。だからあの井戸の、あの句の中に、表現できないほどの奥の奥行きのある神秘っていうふうなものを松尾芭蕉が感じ取ったことをね、そこで表現している。まあ私はそのようなことをこの半年間ちょっとかけて奥の細道をみんなで、読んできて、そう思っております。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。10年の8月だったかな、うん、井戸野さん、神社に初めて行きましたね、うん。あそこの、はい、修練会でね、上野さんの、うん、あのお騒がけして、その下の大滝で初めて滝に行った。もう その前の日まで徹夜して行ったもんだから、うん、もう、ね、心臓がバクバクあの大滝を見てたな。それでその上上がって、あの梯子、鉄梯子みたいなの上がって、その白装束ですよ、あのだから、あったけー、
このね、あの、その下の冷たいってね、この初めての滝行のあの冷たさがダイナミックだね。で、その中で、まあ、本当に溶けていったのよ。この足をつけた瞬間に、この、うん、あの赤い岩の、大きな岩の。その溶けていく感覚のぬくもりの、なんとも言えない、こう、肌触りと、こうね、幸福感、至福感みたいなのが、やっぱりあるわけですね、そこにこう、で、それコントラストなんだよ、ある意味でね。で、非常に厳しい、そのきついきつい、こう、あーってもう死にそうだみたいな思っている辛い瞬間があって、痛いようなね、滝にもね、そういうのがあって、そいつでとろけるような、こう、至福みたいなのがあるので、本当にあの、まあ、地獄ではないですけども、究極のきつさと、あの、究極の至福みたいなものがね、本当に表裏一体ね、ここだったら大変だけど、ちょっと上がってここへ行ったらもう天国だみたいな、ね、浄土浄土だみたいな、本当にそれがね、一つながりになっているというのをあそこは体現せんだよね。で、見せてくれるの、滝越したら分かりますよ。滝越した後すぐにあのお湯に浸かったら、その至福感も間違いなくね、全員が、あーっとね、もう神様、仏様、何様っていうね、もうそんなあの瞬間に心が一瞬にしてね、シフトしますよ。そういう部分を、場所はまた場所のね、感覚で捉えて、まあ、私は1980年に、今から約43年前にそこに立って、でそれは感じたね。そしてそれを、自分の中では非常に大切な、まあ、一つの、原風景みたいにね、思っております。日本ありがとうございます。ありがとうございました。